シードルシードルをグラスに注いで、上から見たところシードル、またはリンゴ酒とは、リンゴを発酵させて作られるアルコール飲料。シードルといえば、真っ先にリンゴの酒が挙げられるが、シードルは、抗議にリンゴレンリンゴアレンに属する果実を発酵させて作られるアルコール飲料を意味する言葉としても使われるため、梨のシードルなども存在する。シードルには発泡性のものも、 非発泡性のものもある。バスク地方のシードルは伝統的に細身の瓶に入っている。ボトルは国ごと産地ごとに傾向が異なる。白ワインボトルやビール瓶が使われるが、シャンパン用のボトルが使われることもあり、色はシードルの種類や産地によって異なる。一般的には瓶詰めで、中瓶が主流で、稀に小瓶があり、 発泡性の酒の圧力に耐えるのに適した形をした瓶もある。缶に充填される場合もある。ラベルのデザインとボトルの形状が同じで、アップルかペアの文字とボトルの色だけを変えているブランドが多い。飲むための容器も地域や飲む状況によって異なり、例えばアイルランド人がパブでサイダーサイダーを飲む場合はビアグラスを使い、 フランスのブルターニュ地方の人が食前酒として飲む場合は、糖製のコップが使われたりする。英語では、サイダーと呼び、それを醸造する醸造所をサイダリー、またはブルワリーという。リンゴ以外にも梨やラズベリーなどのシードルがある。なお、日本の酒税法では、発泡性のものは、発泡性種類の、その他の発泡性種類に、発泡性でないものは、 果実種に分類されている。熟したリンゴを収穫し、しばらくの間、屋外で外気にさらして、さらに熟成させる。次に、そのリンゴを水洗いして砕いたものを、圧搾機にかけ、果汁を絞る。果汁をタンクに入れると、リンゴの外か火に取り付いている天然の酵母が、果汁に含まれる糖を養分として、自然にアルコール発酵を始める。伝統的な製法では、 この天然酵母を用いる自然発酵が主流であったが、酵母以外の雑菌が繁殖して失敗する可能性があるため、現在では専用に純粋培養された酵母を主母として添加し、他の菌が作用しない安定した発酵を行わせるのが普通である。やがて発酵過程で茶褐色に変色したリンゴの果肉が発酵に伴ってアルコールとともに発生した二酸化炭素の気泡が 表面につくことで浮力を得て液面に浮かび上がってくる。果肉を取り除き、透き通った果汁の実を別のタンクに移して、さらに発酵を継続し、最低3ヶ月以上の発酵、熟成を経て、シードルが出来上がる。タンク内から瓶詰めまで密閉状態を保っておくと、発生する炭酸ガスにより、内圧が高まり、炭酸ガスがシードル内に溶け込んで発泡性のシードルとなる。 フランスのブルターニュ地方とノルマンディー地方のものが特に知られている。シードルを蒸留するとリンゴのブランデーが得られ中でも有名なものにカルバドスがある。またシードルと類似するものに梨を原料としたペリーがある。19世紀末頃まではヨーロッパでは生水を飲むことは不衛生で危険なこととされたので水よりも種類が盛んに飲まれる傾向があった。フランスでは ワインと同様に原産地故障規制の対象である。古くからカンタブリア山脈一帯でシードラが作られてきた。19世紀以降はアステリアス州、ギプスコア県、ナバーラ州北西部に生産地が集中しており、バスク地方ではサガルドと呼ばれる。これらの地域では祝祭の場にシードラは欠かせない。地元原産のリンゴ栽培が減少したために、 外国産リンゴ果汁と混ぜて、シードラが作られるようになった。2002年11月、アストリアス州では、地元原産リンゴの果汁のみを用いた、シードラに対し DOP のシードラでアストリアスの名称が許可された。一般的に、アストリアス産のシードラは、バスク産、シードラよりやや甘口で、バスク産、シードラは、アストリアス産、シードラより酸味が強いとされる。 L が一定土砂のシードラなどがある。アストリアスではグラスに注ぐ際、頭の上の高い位置の瓶から腰のあたりの低い位置のグラスに注ぐという独特な方法で注ぐ。これにより空気を多く含み泡が立つので、その泡が残っているうちに一気に飲み干すというのが現地での飲み方とされている。イギリスではサイダーと呼ばれ、同じくリンゴ酒を刺す。 イギリスでは無名ブランドのものは非常に安価で売られており、また口当たりもいいことからアルコールを飲み始めた10代の労働者階級の子供が飲む最初のアルコールとしてポピュラーである。また、サイダーと類似するものに梨を原料としたペアサイダーがある。イギリスではほとんどのサイダーに発泡性があり、スパークリングサイダーと表記しているものも多い。 表記していないものもほとんどが発泡性である。ホットアップルサイダー、またはモルドサイダーは秋と冬に人気の飲み物であり、アップルサイダーを煮立つ直前の温度に温め、シナモン、オレンジピール、ナツメグ、クローブ、または他の香辛料を加えて作る。和製英語であるが、日本ではホットシードル、またはモルドシードルとも呼ばれる。ホットワインのことを フランスでは、バンショーと呼ばれることから、シードルショーとも呼ばれる。植民地時代のアングロアメリカでは、衛生的な飲料水が手に入りにくかったことから、ヨーロッパ人の入植者がリンゴ酒を醸造してよく飲んでいた。1920年代の禁酒法施行とほぼ時を同じくして、アメリカ合衆国では、サイダーというと、通常は発泡性のリンゴジュースのことを指すようになったが、 これはかつてリンゴ酒の代替品のノンアルコールサイダーとして宣伝されていたマーティネリ社のマーティネリズスパークリングアップルサイダーの影響があるらしい。現在でもアメリカとカナダの一部では普通サイダーというとアルコール分を含まない果汁100%のリンゴジュースのことを指すがその性質は地方によって異なる。例えばアメリカの一部の地域ではロカや 熱加工をしていない化重100%のリンゴジュースのことを指す。秋から冬にかけての季節商品で褐色をしており、熱処理していないので日持ちせず、時間が経つと濁って、自然発酵で二酸化炭素が発生し、炭酸飲料のような味になる。アルコール分が0.15%を超えるサイダーは、ハードサイダーに分類される。また、他の地域では、 室上発酵のリンゴジュースのことを指す。ペンシルベニア州の州法では、アップルサイダーとは、リンゴから絞った、琥珀色、不透明、未発酵のアルコール分を全く含まない、ジュースと規定されている。なお、前述のマーティネリ社のスパークリングサイダーは、琥珀色の透明であり、地方によって、サイダーあるいは、ジュースという名称で販売されている。日本で販売されている。 炭酸飲料をサイダーというのはこのサイダーに由来する。ハードサイダーはニューヨーク州とニューイングランド地方が主産地であり、サイダージャックと呼ばれることもある。ケベック州のオルデアン島では陶器にリンゴ100個から1本のアイスシードルが作られている。サイダーからは琥珀色のリンゴ酢が作られる。ドイツではフランクフルトのリンゴ酒が有名だが、こちらはアップフェルバインと呼ばれ、 フランス産のシードルとは区別されており味も異なる。特に発泡の具合がきめの細かいフランス産に対し大粒なのが特徴。日本では第二次世界大戦後に青森県弘前市の吉井酒造が醸造したのが最小とされている。しかしながらリンゴを原材料とした酒の製造はすでに1938年に竹鶴正鷹の日華ウイスキーによって アップルワインという名前で行われている。日華ウイスキーは戦後、アサヒビールの参加企業となり、アサヒビールが弘前市で行っていたシードル製造事業を1969年に引き継いでいる。現在でもアサヒビールはアップルワインとシードルを製造販売している。2014年度の国際品評会の一つであるインターナショナルサイダーチャレンジで、 アサヒビールの日カシードルドライと日カシードルスイートがドライサイダーとスイートサイダーの各部門で金賞を受賞している。サイダー作りが盛んで、主なブルワリーはコッパルベリブリーアリ社、ヘールユンガサイダー社、リー・コーターリングサイダー社などが有名である。コッパルベリブリーアリのサイダーの種類は5種類出ており、ペア、ミックスフルーツ、ストロベリーライム、エルダンフラワー&、 ライム、アップルの5種類ノンアルコールもペアとミックスフルーツの2種類販売している。ミックスフルーツはカシスとラズベリーの果汁をアップルサイダーに足し香りと風味をつけている。ペアのサイダーはペアからアップルサイダー同様に作られている。シードル用リンゴ品種はサイダーアップルと呼ばれ酸っぱすぎたり 苦すぎたりするリンゴが酒造に使われる。一部の品種は酒用目的にも食用目的にも使われる。クレイブンスタインアップルは料理用やデザート用、シードル用に使われる。一般的ではないリンゴ品種。新種のリンゴ代表的な酒造に公的なリンゴ2006年5月1日以降のもの。ありがとうございます。